こんにちは、綺麗になるというチャンネルのぐんじです。インスタグラムもフォローしてね。はい、というわけで今日のテーマはじゃん、こんな感じのポニーテールヘアアレンジ3選です。はい、今日はですねこちらの3つをご紹介していくのですが、ジメジメしたり、あとは梅雨がもう明けそうで暑かったりで、またちょっと雨が降ってジメジメしたりみたいな、湿気が多かったり暑さ対策が必要だったりする季節になってきたと思います。まあ、そこで皆さんが手軽にできて、そして首周りもすっきりする、そしてボブでもできる一つ縛りのポニーテールのヘアアレンジを3つご紹介していきたいなと思います。どれもゴムだけでできてとても簡単になるので、ぜひ最後まで見てこの3つのヘアアレンジ習得していただけると嬉しいです。というわけで早速使うものとかも含めてご紹介していきます。ではスタート。なるってよ。はい、使うものはこちらのシリコンゴムのみです。感じのシリコンゴムだけあれば大丈夫です。今日は透明のシリコンゴムを使用しているのですが、髪色に合わせて茶色めの方だったら茶色いゴムで、黒い髪だったら黒いゴムでやってあげてください。私は髪が明るいので透明のゴムでやっています。使うものは以上になります。ここからスタイリングもちょっとやっていきます。今日使うのはこちら、クルリナイトケアヘアクリーム、まずこれとルフトのヘアデザインワックス、これを今日は混ぜて使っていきたいと思います。じゃ、よく混ぜたら髪の毛につけていきます。あ、もうつけた瞬間にめちゃくちゃいい感じ、指に引っかかってくれる感じがわかるかな。ワックスだけだとちょっとパサつきが気になるとかっていう方はクリームを絶対つけてあげた方がいいし、保湿をもっとしたいっていう方もクリームを絶対つけてあげた方がいいです。こんな感じで全体にちゃんとつけていきます。概要欄に貼っておくんですけど、このクルリなんですけど定期購入初回のみ 10% オフになってるんですけど、さらに 10% オフで買えるようになってるので概要欄でチェックしてみてください。解約とかやっぱ難しくて定期購入買えない方多いと思うんですけど、解約手続きはいつでも大丈夫だよって言ってたので、値段が高くて手が出せなかったよっていう方はこれを機にぜひチェックしてみてください。洗い流さないトリートメントとしてもこういうスタイリング剤のクリームとしてもめちゃくちゃ使えるので、ぜひ。はい、こんな感じでつけられたら、あとは、ポニーテールやっていきます。で、今日はちょっとすっきりめのピッチリめのアレンジにしたかったので髪は巻いてないんですけど、ふんわりと仕上げたい方はこの表面の部分をウェーブ巻きとかしてあげた方がいいです。じゃあここから後ろ向きで全部ヘアアレンジ解説していくので、こちらで解説しながら分かりやすくゆっくり丁寧にお伝えしていきます。なので今お時間がある方はこの動画を見ながらぜひ一緒にヘアアレンジやってみてください。じゃあやっていきます。まずは髪の毛を一つにまとめます。この時しっかりと分け目がなくなるように後ろに向かって手ぐししながら一つにまとめてあげてください。一つにまとめられたら縛ります。そしたらゴムをもう一本持って、まず一度引っ掛けて2回目縛るときに少し下に、もう一度縛るときにまたさらにその少し下にして、こう Z 状にピッピッピッって下に向かって縛っていくようにします。毛量が多い方はもう一本ゴムを使用して、一つ目のゴムで縛った終わりくらいのところにもう一度ゴムを引っ掛けて毛先のあたりまで縛ってあげてください。ピーンと後ろに向かって直線な感じになってると思うので、それを丸めてあげます。こんな感じで一つ目のアレンジは完成です。もう一ポイント欲しいなっていう方はここら辺にゴールドピンをつけてあげても可愛いと思います。
先ほどと一つに縛るまでは同じです。しっかりと髪の毛を後ろに持っていき一つに縛ります。少し間隔を空けて下の方で縛ります。さらにもう一つゴムを持って少しまた間を空けたところで縛ります。私の髪は短めなので2回ぐらいで限界かなという感じなんですが、長い方は3回でも4回でもやってあげると可愛いです。そしたらここの部分をほぐしていきます。あまり引き出しすぎると髪の毛が短い方はぴょんぴょん毛が出てきちゃうので、360度を少しだけつまみ出してあげるようにします。こうキュッとなってるものから丸にしてあげるようなイメージです。こんな感じでほぐせたら、また少し丸みがあった方が可愛いので、少しだけ内側に曲げます。こんな感じでできたら完成です。玉ねぎヘアって言うんですけど、玉ねぎヘアはちょっとカジュアルな感じが私はするので、こういったピンを今日は留めてみました。耳の横のあたり、耳の前の髪の毛を分け取ります。両方から分け取ります。ただここは残しておいたまま残りの髪の毛を一つに縛ります。そうしたら左右どちらからでも大丈夫なので、取っておいた髪の毛を三つ編みしていきます。この時に前に向かって三つ編みするのではなくて、必ず後ろに向かって三つ編みしていってください。そうすると仕上がりのここの横の部分がしっかりと収まってくれて綺麗に仕上がります。毛先まで三つ編みができたら、この毛先をポニーテールのところまで持っていき、さらに一つゴムを使って上から縛ります。この時のポイントは三つ編みの毛先を最後までしっかりと持って一緒に縛ってあげることです。そしたらもう片側も同じです。後ろに向かって三つ編みをしてゴムで縛ります。三つ編みの部分ほぐさなくても可愛いのですが、ちょっとふんわり仕上げたい方はほぐしてあげましょう。髪が短い方はほぐしすぎるとぴょんぴょん毛先が出てきてしまうので、ほぐしすぎないように注意してください。こんな感じでできたら完成です。で、ゴムが見えちゃうのが嫌だっていう方は、こんな感じでポニーフックなんかで隠してあげると可愛く仕上がります。
わけでいかがでしたでしょうか。今日は3つのヘアアレンジをご紹介してみました。どれもとっても簡単でゴムだけでできるヘアアレンジになってます。あとはまあおまけっていう感じで、こういうのつけたら可愛いんじゃないかなと思うヘアアクセサリーをつけてみたので、それも参考にしていただけると嬉しいです。この長さでも耳のところがめちゃくちゃすっきりまとまったりするヘアアレンジたちなので、ぜひやってみてください。というわけでまた皆様も私も綺麗になれるような動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますのでチェックしてください。あとこのくるり7月から在庫が再開して、概要欄にお得なクーポンも貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。